<laughs> <laughs> あっハちゃうんじゃない今のねえ。 これちょっと動画を2つです動画を再生していただきありがとうございます本日はゾンビランド下がりベンジ、えー、こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今回はねユ、えーギリさんの過去がいぼいぼやるということでまあその中でねサガの歴史なんかも勉強できるんじゃないかなと思って楽しみにしておりますそユーギリ姉さんの傷がどうしてできてしまったのかまあ悲しい過去がありそうなので、えー、そこも覚悟してみていきましょう、えー、というわけで皆さんもロックしたものもしくはビンデオドマンド使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さいました スタートですよろしく頼むぞさあー早速だ遊郭で明治十四14年う,ーんうんうんこれもう夕霧だろえっいや 顔が見たいね首にまだあれはねないけどねうんおーいめっちゃ綺麗ですなで結構すごいとこに行くんだねこの今の話聞く限りはいやてかもう衣装もそうだしもう背景もそうだけど いいいやいやいや、力の入れよう作画のうんここでまあお別れ的ななんだまあちびっこえー、なんだっけこれのカムロっつんだっけか確かあのなんか練り歩く時に前にいたり後ろにいたりするよねこういう子が。 うーん、好かれてたんだね、ちっちゃい子にも。うーん。もうこの、花魁としての人生だけでも結構すごいと思うんだ、多分。女性としてこの時代。それなのにさ、え佐賀がない 佐賀がないえー、もう、どういうこともう、佐賀の歴史がよくわかんねえな。そういう時代があったから、そこら辺の話ってことか。だから、明治の。ええー、だから、今回は、佐賀の、まあ、今までいろんな、なんていうか、まあ、場所とかさ、イベントとかさ、その名産みたいなものを取り上げてきたけど、この子たちと一緒に。そうじゃなくて、過去っていうか、この佐賀が、 生まれたたきっかけみたいなその中でもしかしたら夕霧姉さんが結構裏で活躍してるみたいなことなのかなそしたら結構この夕霧姉さんに関しては史実の実在してる人をモチーフにしたキャラとかそういう感じかもしくは本編今回の中に 確か、佐賀事変じゃん、タイトル。で、しかもその1だったよね。だから、偉人とかも出てくるみたいな、そういう話になるのか。でさらにあれだよね、フランシスの過去のお話だから、全員メンバー出てこないで、完全に夕霧サーだけで30分。いや、コータ太郎も出てこないのかえー、しかもその1だから、来週、もしくは再来週、日本、なんか前編後編か、前中後編か分かんないけど、ずーっと夕霧さん、やば。<laughs> 超豪華なんだけど。 15年春。ああ、結構経ったね。でも、佐賀城下ってことは、あれだ。もう見受けられて、一緒にあれなのかな過ごしてるのかなああ、で、またこっちでいろいろ教えてるんだね。おいらんだったこと生かして。うーん。あ、まあ、そこら辺もあれなんだ。噂として伝わってるんだね。 いやもう完全に時代劇じゃん。えへへへこんな入ってくんのねしかも生産豪華うんー、ええー、ええー、マジあーこの引き寄った人でなんか起きんのかと思ったけど。 この後出会うのかな誰かと。その結果なのか。いや、映像めっちゃ綺麗。<laughs> みんなそういう技の仕方してんだね。うん。あれえどういうことなになになになんでえいえいえ、ちょっと待ってちょっと待って。なんでいたのさくら。あ、モブ的な感じで出てんのかな あれこれあれじゃないモブじゃないよね。で、しかも声さ、声光太郎じゃないこれ。違うで、なんだこれに夕霧がいいのか <laughs> いや、え、えどういうことああ自分のチラシを配るのに、後ろついて。うーん、けどダメなんだね、やっぱね。 救急車の後ろついてっちゃうようなもんだろうね。やっちゃいけない感じだわ。ああ、ああ、ああ。あ、これで、あ、違う。またここもフランジュシスのメンバー。ちょっと待って。今ので夕霧さんと出会うのかと思ったよ、俺。うんー。あやばい。あれこれはそれで。ああ、やっぱり。A だ。あ、これ完全にみんな出てくるぞ、この流れ。ねえ。デス落ちとかも出てくるんじゃないこれ。 <laughs> いや花紙 <laughs> 質素倹約ですね毎度うんこの男と多分夕霧さんが何かあるんだろうなこの感じでその結果なんか悲しい末路っていうね流れでしょうん今何て言った この人の名前かな何知県ああ、難しい、収まるって感じか。いや、佐賀のあれだよね。薩長とかのあそこら辺をな学ぶけどさ。まあ、佐賀だけじゃない各県の歴史なんて知らないわな。その後とか。うん、水間。 いや知らんいや、知らん知らんえー、長崎に入ってたんだうーんあーこの人があれやってくれたさっきのうーんいやーけどこの人が何かやりそうだよな いやめっちゃ肉食うね <laughs> この友達 <laughs> いやもうほんと君肉しか食べないじゃんか <laughs> いや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 そういう感じですか あもうけども、そういう出会いの場所があんまないんだろうな、この時代。いや、肉めっちゃ食ってたからね、この人 <laughs>。おい純愛恋も出てきてもさ、もう、あれだね、やっぱ、出てくるんね、これ。油断してたらドラミとかも出てきそうだうーん、これ、桜見に行く流れじゃん。で、さっきの、う。ん 今のが亡くなった人なんだろうけどああ来た来た桜見に来たねあとはどういう出会いを果たすかだけどいやなんか寂しいね一人でこんなあっいた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 これ飛ばされてきてああそんな感じですねはい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  あけ、こういう出会いっていいよね。今のなんか合言、合コンとかさ、合言って、SNS とかよりさ、自然な出会いがやっぱいいよな。まあ、そんなこと言ってるから独身なんだろうな。古いんだろうな。いやけ、この出会いどうだったんだろう。ね、夕霧姉さんにとって。 結局、これがきっかけで多分あの首のあの傷ができるようなさ、多分斬首的な感じになっちゃうわけでしょ。それがあったからこそフランシュシュになってるっていうこともあるし。うんいやいやいや、あー、これで助けるんだえ。えあー、押したのね <laughs> あ、耐えちゃうんじゃない今の。ねえ。 っって言ったもん違うたいちゃんっぽい気がした。けど、あんな喋り方だからいまいち自信がない。違ったらごめんなさい。ああ。けどなんかそ、<laughs> そこ、今、あごめんなさい、汚してなー、なのかと思ったらくしゃみっていうね。ああ、しかもこれ <laughs>。あれだね、自分のちり紙として。あー ね、こういうのを惚れるわね。自分も汚れててさ、さらにさ、自分の着物でそんな拭いてくれるとか。いや、いい女。えー、いや、惚れるわな。もう惚れてるよね。多分この状態ね。完全に落ちたよね。ほら <laughs> もう完全に孝太郎さんだ。これ声確信したわ。 あやっぱすごかったんだねこの人が来た時はうんいやすげえ姉さんすごすぎるえっ <laughs> マジやば だそれを引き取った人ってすごいねだからすぐ死んじゃってあれで描かれてないけどさなんかここの音楽とかめっちゃ人っぽいんだけど <laughs> いやいやくしゃみの仕方。<laughs> 気にななってんのかなあゆいぎりさんもあーもうねここら辺今回あれだねモブとしてあいやちょっと時代背景が変わりすぎてあれだよねもう別番組みたいになっちゃってるよねあ来たんだそれで気になって何だ何しに来たんだろうんこの間のあれかあーお詫び的な感じなのかな串なんか持ってきて。 いやーいいねなんかこういう時代の贈り物ってえっもうどういうことなんなんだろう変な噂が立つみたいなことなの 他の男にその目つけられちゃうとかいろいろあんのかなん何風邪ひいたかもしかして前回のあれでああでここでまた面倒見てもらっちゃうみたいな流れなんじゃないこれねええー、もう逆に知能犯かよっていうやり方だけどね <laughs> ななんだろうなんか精のつく食べ物でも用意してくれんのかなんそれってあれじゃんあれなんかじいさん出てきたえなんだこのじいさん <laughs> またキャラが濃いね ななんんだあーおじいちゃんなんだてかじいちゃんえ <laughs> じいちゃんの腰なんとかしてやってあ結局帰ったんだねあのあともうあのまんまそこでってさすがにそれはなかったんだねうんまた結城兄さんに会ったから熱も上がっちゃったんじゃないかな そうなんだじいちゃん,うーん,じいちゃんほんと不思議だねああうーんあれなのかなちょっと頭があれなのかな落として。 うん、こううーんじゃあじいちゃんね面倒見てあげないとイカ <laughs> 食べてるよねイカあもしかしてロメロ出てくるあ出てきたロメロえー しかもこの時からもうあれじゃんうーんうーんやっぱこの人が何か起こしそうだなああこの人亡くなったいや てかなんでロメロはロメロなんだこれもなんか意味あったりすんのかなうーんすげえ立派な考えを持ってる人だけどもえこの人史実の偉人なのかな分からん。 出た。まただ。あ、違うわ。違った。<laughs> もう。何だああ、字がね。ああ、やってくれたああ、リリー。ああ、え、しかも2人で。な <laughs> に何これ。面白いところどころ。 ん大丈夫かおい夕霧姉さんすげえなこの人もすげえな止めてえいやーけどなんかうんそういうふうに感じたからこそのあれだったんじゃないのって思ったけどこの男意外とあれなんじゃないか侮っちゃいけない人物なんじゃないかな 気を許しちゃいけないっていうかいつかなんかああんかれなんか感じてるじゃんいやーこいつやばいやつやきっと多分ここの友情みたいなの壊れんじゃないかいや取り合うみたいな流れになるのかな夕霧のこと。 うんすごいねそんなにさ過ごした時間は長くなさそうなのにうんゆき姉さんはどう聞いてるんだろうか今の表情 いやこれあれだよね遊郭だったらとんでもない金額だろうねこんないや何それでこの二人でいや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 願ってもない話だろうけどもう完全に孝太郎さんじゃないですか うんお酒に弱いのか <laughs> 目開けたまんま <laughs> うん止まっていくしかないんじゃん今度こそうんいやなんかここの2人で話すの怖いんだけど何話すかなお酌してもらいたい。 うんじゃあそんなにあれだ付き合いは長くないんだねうんうんもうあれだ動くことしかできないんだろうね体で頭で考えるのが苦手なタイプなんじゃないかなうーん 復活するからね佐賀県うーんこの間の会話がだから響いたんだねそれを逆に支えてくれるといいんだけどなこの人なんかけどさっきの攻撃されたところがなちょっと印象的にうん え、なんか、えー、どっち支えてくれるのか、追ってくるのがこっちなのか。いや、音楽的には後者な気がするけど。で、それの時にこの夕霧さんが何かあれなのかないや、ちょっと不安になってきたよ、いよいよ。んああ みたいなあこれが広がってくんだろうなこの流れいよいよ動き出したね話が音楽がすっごいずっと不穏なんかこの色味といい大丈夫かなんか切られるかなとか思ったけどそんなことないか ん何お金じゃないね今投げたの。え何これ密定っていうか。えやっぱなんか繋がってじゃんどっかと。あの人がどこと繋がってんのかがわかんないけど。えてかさ、もう全員出てきてたかな俺全部わかったかな見逃したキャラとかいないかいや、そこの不安もまずあるわ。で、今の感じ、やっぱあれだったね。光太郎さんで会ってたね。 いやー、すげー、なんか、ほんと、勉強になっちゃうんじゃないかな、今回の回。<laughs> これでだって後半やってさ、そこでいろいろまた明かされるんじゃないの佐賀のさ成りは、成り立ちっていうか。もう本当佐賀県民の皆さんくらいしか理解していない歴史が、今回このゾンビランド佐賀リベンジを通して全国区に知れ渡るよね。もう学校の授業なんかよりは完全に集中してみるからさ、 頭に入るわなただ、どこまでがフィクションでどこまでがノンフィクションなのかみたいなさ、そこら辺がよくわかんなくなってきちゃうよね <laughs>。これがアニメの中の情報なのかもしれないものをさ、歴史として捉えない、捉えちゃうみたいな。そういうこともありそうで怖いんだけど。だから、後々ちょっとそこら辺は、ちゃんと調べて精査した方がいいのかもしれないね。 あとはもうやっぱさっきから何回も言ってるけどあのね肉いっぱい食ってた男が結局いいやつなのか悪いやつなのかだよねあのラストの感じといいさいやー次回よ告くうーんあーじいちゃんうーんその2で終わるのかなこれ えその3くらいまで行くんじゃない今の流れなんかそんな終わるような感じの予告に見えなかったんだけど来週ではいというわけで、えー、今回ゾンビランドサガリレンジですねこちらにさせていただいたわけなんですが皆さんのコンデピションに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどをお待ちしております以上動画をぶつかお送りしましたバイバイ